が魚浮いてくる頭痛いって気袋がねいや誰が言い出したいかと気圧が低いけど魚浮いてくるそんなこと言う人いいんすかあ意外とどんだけ魚ポンコツやってるこれで本当に浮いてたら浮けるけどいや水浮くやんって思ったそれで浮いてくるのはパプア君のあの魚みたいなやつパプア君よう出てきたねなんかイメージに来た難しいまあでも本当船打線ぐらいやばいね見えるね思った以上ですねこれ濃い暗い時間に出らんでよかったうんこれ出れるのそっちすごい、ね、真っ白ほらエンジン新しいきたーきたーイカチーですねやっぱでかいですねこうやって見るとねはい250馬力でかいですねあちょっとエンジンを下ろすけ、後ろから撮ってよあっ、えい、トイレ？怖い怖いいや、前も鳴ったことあるしついでに撮っとこう水流したああ、トイレ流れる止まるもう止まっとかって止まる止まるいいよいいよそれかトイレか OK ありがとうどうやって止まると止まる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 じゃあ溢れてああ止まったなんだろうねほらやっぱ見て地形がほら盛り上がってる盛り上がってる駆け上がりっていうか盛り上がり盛り上がりですね短いところで上がって下がってしてるでも地形荒いけどね、結構。うん。あ、面白いかもしれないですよ。うん、ただ魚おらん。確かに。あ、どうかな、微妙な。おるかもしれない。そこにいたら。やってみよう。釣れないとは言い切れない。今日の本命はね、タイだけどね。確かに。桜だよ。タイが俺の地形だよ。あ、でも、やっぱいる。いるいる。リーダーこれいいっすか 3.5 号船の感じがする大丈夫か結構でかいっすよねでかい来てるこっちに来よるやんちょっと俺はもうリーダーつけれない船逃げ込もうとしてんだよあ、そうかな。いや、でかいぞ。来てる。音がすごい。パチャパチャ言ってんもん。うわ、すごい数来てる。本当に寄ってきてるじゃん。寄ってきてる。うん、急げ。イワシかな、やっぱあれ。イワシと思うけどな、お食事だなと思ってた、うん。やばい。これはやばい。来た。あれ釣れちゃうなすごいこの波の音がない分バチャバチャが聞こえるすげえこれ網で救えるんじゃんこれいや救えると思うこれ
来たー。うわ、音がすごい。音がすごいですよね。イワシだ、イワシ。捕食者はいない。やば。怖い。これやば。これなんこれなんこれ。天変地異じゃないの。すごい。捕食者はいない今のところ。てか向こうが寄ってきてるじゃん。ね。捕食者おるけん船に隠れようとしてる可能性もあるけどね。うん。バチャで消えた。でも下おるけん。イワシかな下。今この下ぐらいにいるはずなんだけど。すごいすごい。これはやばいぞ。イワシ玉。イワシ玉だこれ。ただ捕食者がいるか。確かに。おる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 。あ、ついてきてるか。捕食者おる。ついてきてるかもしんない。いや、そうでもないか。あ、あ、なんか来た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 。へぇへぇ。でかい？でかい？でかい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 。やばい。はははは。え、タコシこれ。一回あそこ。タコシこれ。え、なにこれ、なんこれ、なんこれ。いきなりやばくないですか。ちょっと待って、ちょっと待って。ドラグ止まらん。マジ？どうしよう。どうしよう。プリ？いや、これ結構。え、え、なんこれ、サゴシ？固めてます？サゴシじゃないこれ。固めてます？わかんない。持ってる。マジか。え、いきなりやばいじゃん。すごい。どうしよう、どうしよう。どうしよう、え、船いじる？ちょっと、大丈夫と思うけど、そんなに上げれんことはないと思う。どのくらい緩いと。わからん。でもそんなにめっちゃ緩くはないと思ってたよね。いきなりやばいじゃん、今日。上がり始めた、上がり始めた。俺まだ差を出してないけど。上がり始めた、俺ちょっと待って。青もんだろうね。青もんよ。やっぱ追われとったってね。サゴシじゃないかなこれ。今日ああやってナブラ見つけて追うのありかもしれないですね。うん、あんまり引かんくなった。でも重いよ割と。2キロぐらいかな。サゴシと思う。ヤズじゃないと思う。これサゴシと思う。せめてそんな走らんと。走らんね、あんまり。タイかな。いやタイじゃないな。意外と俺が上げ方が上手でさ、実は結構でかかったりしてる。それはそれでいいですよ。入らん入らん。焦る焦る。やっぱでかいのしとこうか。わからんもんね。そうね。ちょっと怖くなってきた。でなんか結構ファイトしてますよ。だってうんしてる。エラー台みたいにされてたよ。うん、あそれ一番悲しい。でもやっぱ周り寄ったね、ずっと。うん。お上がってきた、上がってきた。これリーダー違うか。あ、いやリーダー、これリーダーリーダーじゃない。来たんじゃない、そろそろ。でも見えないよ。あ、見た見た見た、でっかい。え、サメだ。サメだ。サメだ。はいはいはい、サメだ。サメやば。スカあげる。うわ、やばい。サメやば。あ、止まらん。パワーが半端ない。サメか。大きいね。もうサメでもいいよ。とりあえずはね。腕が疲れてきた。サメ釣れた映像。初、ね、いや初じゃない。え？小さいのはあるわ。で、メーサーって言ったと俺が言ってた。でもこのサイズは初っすよ。でもやっぱでかいわこれ。これでかいっすよね。1メートルぐらいありますよね。メーターは超えてる。食われるかもしれない。いやマジで食われるかもしれない。足の指気をつけないと。痛い。ん？リーダーこれ。リーダー。いるいる、その辺に多分いる。まだ。あ、でかい。でかいよね。でかい。でかい。ちょっとゆっくり上げるけどね。でかいでかい。オッケーオッケー。おーいおいおい。あ、切れた。切れた？切れた。しゃあない。取れた。まあ釣ってもね。まあ切れてくれた方が正直いいね。うん、そうそう。ちょっとね、ためらった今。でかいもんね。小屋も。何キロかな？やっぱ6、7キロあった。あるとね。思った以上にでかかったっすよ。10はないね。10はないけど7ぐらいあるね。6、7やろね。いや今だって表面競争来た瞬間ちょっと怖かったもん。どうしようって思った。いやなんかあんまアグレッシブに入れんなと思い立つさいね。いやなんかこれ上げてどうしようかなみたいな。まあナイフで刺すしかないですよね。ちょっとなんかその気分じゃなかった。うん、まあそう言ってる間に少し霧は晴れたんでよかったですけど。だけどやっぱあれの周り寄るのがさ、サメ疑惑がさ。そうね、サメは釣りたくないっすね。ちょっと
岩場に行こうか。サメのほら口で切られたらチュルンガジ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 チュルンってなってる。